日テレさん、答え方は失敗したのでは？皆さん、こんにちは、はんにゃです。本日は2022年8月26日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、言い訳が噛み合ってないよ。逃げたの？ということになります。この動画では、統一教会からの思わぬ反撃を食らった24時間テレビ、日テレの反論が出たので、その反論を少し検証してみたいと思いますので、日テレダメじゃんと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。では、ちょっと復習から参りましょう。で、以前の動画でもお伝えしたように、マスコミに対する統一教会の反撃がついに始まったんですね。最初にターゲットにされたのが、日テレの24時間テレビですね。こちらは、旧統一教会のホームページの2022年8月25日のプレスリリースですね。以前の動画の繰り返しになりますが、短いですし、正確に事実関係を見るために改めて引用しておきましょう。では、以下一部引用です。現在、民放の U と言われる日本テレビが、同社ネットワークの総力を挙げて毎年取り組んでいる24時間テレビですが、当法人の女性信徒がボランティアスタッフとして7年間にもわたって関わり、番組ボランティアをまとめる中心的な立場で活躍していたことが分かりました。この調査結果からも分かる通り、現在、特定の報道機関が反社会的団体であるかのように報じている。当法人及び当法人信徒が安倍元首相銃撃事件が起こるまでは、多くの報道機関から確かな信頼を受けて、番組作りに協力し、密接に関わってきたことは疑いようのない事実です。以上ですね。で、そこにはこのようなスクショが添付されています。すなわち、日テレの24時間テレビで、愛が統一教会の広告塔になっていたのでは、ということが話題になってたんですね。散々政治家に対して選挙の応援スタッフなどの進行をチェックすべきみたいなことを言ってたマスコミの一部ですよね、日テレさんは。で、以前の動画では一方的に統一教会側の主張しか出てない段階だったので、日テレさんのリアクションが待たれるというところで終わってたんですが、出ましたね。こちらをご覧ください。こちらは日テレの8月26日のプレスリリースですね。では中身も見ておきましょう。以下一部引用です。昨日2022年8月25日、世界平和統一家庭連合が公表した異常な過熱報道に対する注意喚起2というプレスリリースにおいて、弊社の番組について触れられていたため、現時点で把握している事実関係について報告いたします。旧統一教会の団体名が表示されたテレビ画像について、この画像は弊社系列のテレビ金沢が2014年7月27日にローカルエリアで放送したものとテレビ金沢から報告を受けています。2014年の弊社、24時間テレビの中で放送されたものではなく、全国放送はされていません。24時間テレビのボランティアスタッフに旧統一教会の女性信徒が関わっていたとされていることについて、24時間テレビでは番組の趣旨に賛同していただける方にボランティアとして参加していただいております。一般的に参加される方の個人的な思想信条について確認することはいたしません。以上ですね。で、新事実を言うか、詳細も出ていますね。回答によると、先ほどご紹介したスクショの内容は、実は全国放送されたものではなく、ローカルエリアのテレビ金沢だけで放送されたものということですね。あれですかね。24時間テレビの放送中に、東京以外の放送では、地元放送局が一定の時間帯は番組をやってるやつですかね。地元の有名スポットで、地元タレントがなんかやってるやつかな。24時間テレビの中で放送されたものではなくという表現がやや引っかかりますが、そういうことなのかもしれませんね。少なくともそう解釈できます。また後半の24時間テレビでは、番組の趣旨に賛同していただける方にボランティアとして参加していただいております。一般的に参加される方の個人的な思想信条について確認することはいたしませんというところは、まあこれ普通のことだよね。ボランティアスタッフに対していちいち個人の思想信条のチェックをするとか意味不明ですよ。ああ、そういえば自民党の応募の政治家も同じような発言をしていたような、誰だったかな ?5 回1回 ?12 回ああ、茶番はいいですね。二階さんですね。二階さんが、電報を打ってくれって言われりゃ打つんですよ。応援してやろうと言ってくれたらよろしくお願いしますっていうのは、もうこれは合言葉ですよ。と発言したのとほとんど同じですよね。趣旨に賛同して応援してくれる人の思想とか別にチェックしないですよね。って、あれいやね、私は、このプレスリリースの前半は、すなわち、ローカルエリアの放送分だってのは言い訳としてどうかな、とは思いますよ。しかし、後半の内容、すなわち、ボランティアにいちいち聞かないってのは、そりゃそうだろうと、本来は思いますよ。しかし、この部分、二重の意味で、多いって思うんですよね。まず、そもそも、あんたらそれを求めてなかったかってことですよ。この問題で政治家を批判している人の多くの人が、政治家に対してボランティアについてそこまで調べろって言ってましたよね。蓮舫議員は求めてましたよ。確実に。こちらをご覧ください。こちらは8月7日の蓮舫議員のツイートですね。以下引用です。公選法違反に問われないためにも、ボランティアの方々の管理は当然行います。選挙に勝つために誰にでも手伝ってもらうとの論はやめた方がいい。金子恵美氏、生放送で衆院議員自体の旧統一教会からの支援を明かす。認識ではなく、選挙でボランティアとして手伝っていた。以上ですね。で、確かに就職の場面で宗教とかを調査したりすることはあるようですが、ボランティアに対して何をするんだという気はしますよ。というかそもそも、信仰次第で公選法違反とかなりませんから、蓮舫さんの主張が最初から狂ってるんですけどね。ですから日テレ的にもこの蓮舫基準は狂ってると認めたのかな。ただね、そこじゃないんだ。本当の問題点は。先ほどのまでのが、一つ目の意味での老いですね。で、二つ目の意味での老いとは、皆さんよく思い出してください。あのスクショには最初から、世界キリスト教統一神霊協会って書いてるんですよ。はい、これ、ボランティアに来た人に思想信条をチェックする場面とはならないんですね。すでにローカル局が、世界キリスト教統一神霊協会って分かってる場面ですよ。はい、日テレさん、話をごまかしましたね。でね、厳密には確かに、ローカル局の話と女性の話が別の話なのか同じなのかが明確にはわからないので微妙なのですが、元の話を読む限り、100人中100人が女性信者の話は世界キリスト教統一神霊協会の話の一部と理解するでしょうから、それに対して日テレ側も特に説明していませんから、ここではそう理解するのが妥当でしょう。で、そうしますと、女性個人について信仰等を聞いてないとしても、世界キリスト教統一神霊協会の人間だって少なくともローカル局は認識していたわけですからおかしいですよ。そのシーンでわざわざ女性個人の思想を聞かないとかは言い訳として成り立たないだろうと。最初から知ってるんでしょ？協会の人間だって。で、この件について弁護士 .com さんが日テレのプレスリリースを前提に記事を出していますね。こちらは8月26日午後7時6分の記事ですね。以下一部引用です。なお、弁護士 .com ニュースは8月26日午前、日テレに対して、今回の件について事実確認及び質問をメールでしていた。その中で、貴局の今後の報道姿勢等に影響はあるものでしょうかという質問に対して、日テレは、弊社は引き続き伝えるべき事実を報道してまいります。として強調しながら返答した。以上ですね。報道機関としてその態度は正しいですよ。報道機関のプライドを持って報道してほしいですよ。しかし、やはりこれまでのことが白々しかったのではないでしょうかね。正直、24時間テレビについての回答も微妙ですよ。話をずらして逃げたという印象だな。これは私の勝手な妄想ですが、そろそろマスコミも、これまでの統一教会に対する本当の態度を認めた上で反省をするというような態度を取るべきじゃないのかな。糾弾してる方が信用をどんどん失ってきてると思いますよ。これからミヤネを見る際には、お前んとこの24時間テレビではそんなことしてなかっただろう。どの口が言うねんというツッコミがね、視聴者からどんどん出るんじゃないのかなと私は勝手に思うんですけども、皆さんはどんな感想を持たれるでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想をコメント欄で教えてください。ではね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてね、概要欄チェックもお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。